はいこんにちはいつも聞いていただいている方どうもありがとうございます今回が初めての方はよろしくお願いします田田翼です今日は何の話かというとビジョンについてですある本をご紹介して皆さんとビジョンについて掘り下げて考えていければと思いますそれでは最後までぜひお聞きくださいよろしくお願いしますはい今日のテーマはビジョンです 皆さんはこうビジョンと聞いてどのようなイメージをお持ちになるでしょうかもう一つ皆さんが働かれている会社がではこうビジョンがあるでしょうか組織でもいいと思います。まあ、どういうビジョンを設定しているでしょうかで今日はですね、まあ、そんなあのビジョンについて、えっとまあ、企業のビジョンもそうですしビジョンというのは個人のレベルでも持っていいものだというふうに思っているので あのご自身のビジョンとは何かという視点でも、えー、掘り下げて一緒に考えていければと思います、はいで。今回まず最初にご紹介したい本が1冊あります。本のタイトルは「ザ・ビジョン」英語で「ザ・ビジョン」と書きますで。サブタイトルが「あの企業が世界で急成長を遂げる理由」著者は江上隆夫さんですで。この本はどんな本かというと とまあ、ビジョンとは何かであったりなぜビジョンを持つことが大事なのかそして、まあ、どうやってビジョンを作るかというのがすごく分かりやすく、えー、事例も豊富に書かれている本でした、まあ、書かれている内容今3つ、えー、伝えましたが要は What、えっと Why と How ビジョンについてのこの3つが書かれているというのがこの本の、えーまあ一言になりますじゃあ改めて、うん、とビジョンとは何かというのを、えー、っと掘り下げて 皆さんと一緒に考えていければと思います。ビジョンというのは英語で VISION と書きますがこの一単語は2つに分かれるんですね。でそれは VIS という VIS と後半 ION のイオンです。でこの VIS という説答語のもともとの意味というのはあの見るなんですね。で設備語の ION の意味というのはことなんです。 でここから言えるのはビジョンという、まあ、英語から端的に言えるのはビジョンの意味というのは見ることなんです。でもう少し、えっと、ビジョンのこうとは何かを考えてみると私の一言のビジョンの定義というのはありたい未来像という一枚の絵でこれが今のところ一番、まあ、この本を読んで、まあ、しっくりとくる自分なりのこうビジョンの言語化になります。 でえっと、ビジョンンのポイントですかねもう少し、えー、どういうものが良いビジョンなのかというのをポイントで整理をするとこの本からの学びは私は4つありましたで1つ目のポイントは自分の意思で心から作りたいと思う未来像、まあ、世界観ですねこうワクワクして情熱が持てることこれが1つ目のポイントですで2つ目のポイントは、えっと、そうであったら本当に素晴らしいこう未来 でこれは逆に言うとまだ実現していない世界観これが二つ目のポイントですで三つ目は何かというと自分の未来へのその未来の洞察とか信念がベースになっているこれがビジョンですで四つ目のポイントは公共性ですねあくまでえっと一人よがり自分だけのものではなくて内向きでもなくてこう世の中全体にとってこういいもの 公共的なもの側面があるというのがビジョンの四つ目のポイントでした。で、えっとこうしたビジョンなんですが、じゃあなぜえっ、うん、とビジョンを持つことが大事なのでしょうか。で、この本ではビジョンの役割がそこに当たるなと思ってて、まつまりはビジョンを持つことの重要性なんですね。 でビジョンの役割を、えー、とまとめると、えー、3つになると私は理解をしました。でビジョンの役割1つ目というのは、えー、目指す目的が明確になることですね。まあ、自分および、まあ、自分たちですかねが存在するこう意義、存在意義を、えー、持つことができるで。そこから未来を見据えることができる。まあ、これが、えー、と1つ目のビジョンの役割ですで。2つ目はそこからビジョンというのが 行動動の原動力になることですね内側から生まれてくるモチベーションになっていく、まあ、誰かから言われたのではなくてそのビジョンを実現したいという思いが行動の原動力になっていきますで3つ目の役割は、えー、判断基準、まあ、行動基準準行動になることですね自分の軸が明確になって、えー、とその意思決定だとか行動する一歩目を踏み出す時にビジョンに照らし合わせてこれをやった方がいいかと。 決めた方がいいのか、イエスかノーなのかというのの判断軸になっていく。これがビジョンの役割の3つ目です。はい。でここまでえっとビジョンとは何かと、えー、ビジョンはなぜ重要なのか、ま、持つことの意味合い、ま役割について、えー、皆さんと一緒に考えてきました。 で最後ですね、じゃあもう少しビジョンの例は何かというのを一つ考えたことがあったので共有をして皆さんとビジョンとは何かを改めて考えていければと思います。でその例を挙げると Google なんですねで。Google はオフィシャル、公式にはビジョンというのは表明はしていないんです。一番こう 大義名分として挙げているのは、Google のミッションなんですね。で、Google のミッションというのは、えっと日本語で、えー、訳すると、世界中の情報を整理して、すべての人々が情報にアクセスでき、使えるようにする。これが、えっと、ま、Google が昔から今も変わらず掲げている、えっとミッション、ま、存在意義になります。 でえっと、ここからはあの私の解釈が入るんですがこのミッションの先に Google が描くジョンビジョンというのがこう、うん、あるなというふうに考えますじゃあその、えー、Google の描くビジョンは何かなんですが、えっと一言で、まあ、シンプルに言うと情報アクセスの機会が全ての人々に等しくある社会これが、うん、とミッションの先にある、まあ、どういう,こう理想とする Google が理想とする世界観 世の中にしたいという心から実現を望む世界観、ビジョンですね、なんです。これは何かというと、情報アクセスの機会の平等化なんですよね。逆に言えば、今の社会、これまでの社会というのは、一部の人にしか情報をアクセスする機会がなかったので、機会の不平等が起こっている。これを 等しくどんな人でもアクセスできるような状態にするために世界中の情報を整理してアクセス機会の平等化をしていくこのビジョン未来像ですよねに確信を持って Google は描いているんですねそれを心から実現したいというふうに考えて検索だとかマップ等々のサービスを提供しているというのが Google だというふうに私は思っています はいというわけでそろそろクロージングになります。今回の内容はいかがだったでしょうか。今回は1冊の本「ザ・ビジョン」からビジョンについて皆さんと一緒に具体的にはビジョンとは何かビジョンの役割そして具体例として Google のミッションから考える Google が描いている世界観未来の像としてビジョンを考えてきました。 はい今回はいかがだったでしょうか何か気づきとか思ったことがあれば是非コメント欄でフィードバックをいただけると読ませていただきますコメント欄をアウトプットの場として使ってみてください今回は貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございましたこのチャンネルでは毎日更新をしています次回も聴いてみてくださいよければチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります ぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください